はい、こんにちは、116ウィンズです。 MLB はオールスターブレイクに突入し、前半戦も終了しましたので、今回は最近のマリナーズの戦いぶりなんかをざっと振り返りながら、今後についての話なんかをしていこうかなと思っています。マリナーズは前半戦終了時点で45勝44敗で AL 西地区3位、地区首位のレンジャーズまで6ゲーム差、ワイルドカード圏内までは4ゲーム差ということで、まあ去年ほどいいポジションにはいないかもしれませんが、一応プレーオフ進出は十分狙える位置につけて前半戦を終えています。2021年、2022年と2年連続でシーズン90勝し、今季さらなる飛躍に期待がかかったシーズンでしたが、ここまでのマリナーズ、まあ前半戦を通してずっと勝率5割近辺をさまようような、いまいち勢いに乗り切れないような感じで、なかなか浮上できない、ファンとしてはやきもきするような時期が長く続いた印象です。昨年プレイオフに久々に進んで、さあここからマリナーズの時代だと、私を含めてきっと多くのマリナーズファンの方々は期待したと思いますので、前半戦の戦いぶりは残念に思うことも多少なりともあったことでしょう。それこそアストロズがまだ例年ほどの強さを見せていない中で、ダイヤモンドバックスやレッズなどのチームのようにマリナーズが地区首位争いに加わることができていない、もたもたしている間にレンジャーズにその座を持っていかれてしまった事実は、個人的にかなり重くのしかかっています。ただそうは言いながらも、先月6月あたりは本当にシーズン終了も覚悟するくらいにひどい野球を見せていたりもしましたので、むしろよく勝ち越してシーズン折り返せたなと思う気持ちも正直あります。6月は9勝15敗と大きく負け越し、月の最初のシリーズとなった地区首位のレンジャーズ戦は3連戦いきなりスイープされる、しかもうち2試合はかなりボコボコにされての3連敗でしたので、だいぶダメージを受けたと。でその後のエンゼルス3連戦も負け越し、今季から同地区との対戦が今までよりも減ってしまいましたので、いずれも痛い敗戦となってしまいました。そこからシアトルに戻ってマーリンズ、ホワイトソックスに連続で勝ち越して、ようやく調子が上がってきたかなと思いきや、ヤンキース、オリオールズ、ナショナルズ相手に3カード連続で負け越し、特にナショナルズ戦の負け越しはノーアウト満塁とサヨナラの絶好のチャンスで無得点に終わって、結果負けてしまったりなど内容も悪く、あ、これは今季いよいよまずいかもなと思うようなひどさでした。で極めつけは6月の最終戦となった6月30日のレイズ戦、好投手マクラナハン相手に4点を先制するも、以降はレイズ打線に蹂躙され無抵抗で15失点、7月を前にして借金4、プレイオフ圏内もどんどん遠ざかるばかり、さらにオールスターまでコンテンダーとの対戦が続くことから、状況は厳しさを増していました。6月のマリナーズはま勝っていませんので当たり前かもしれませんが、投打に苦しい時期でした。シーズンを通して調子の上がらない打線は WRC プラス99、 MLB 17位と相変わらずの内容、たまに打線がつながって大量得点する試合も見せてくれましたが、まあ全体的にはいつもと変わらず安定感に欠ける感じで、この打線をこれまでカバーしてきた投手陣も6月の防御率 4.68 で MLB 24位、ギルバートやカービー、ミラーといったピッチャーたちが打ち込まれる試合もちらほら出てきたりと、ここまでのシーズン、あの打線ながらマリナーズがどうにか踏ん張ることができていた大きな要因の投手陣が崩れてしまったことで、大きく負け越すこととなってしまいました。加えて投手陣は先発のマルコ・ゴンザレスが離脱したり、復帰したはずのマーフィーが再度故障してシーズン終了、序盤のブルペンを支えたゴッドも負傷と怪我人が多く、そこのやりくりにもかなり苦労した印象がありますね。こういう状況だったので正直上がり目をあまり感じることができず、だからこそナショナルズ戦の負け越し、レイズに大敗したあたりで、いよいよまずいかもと感じたわけですね。そんなどん底のように思えたマリナーズ、上がり目を感じられなかったマリナーズですが、なぜかは分かりませんが、7月入ってからオールスターまでの9試合、本当に突如として好ゲームを連発、しかもレイズ、ジャイアンツ、アストロズとコンテンダーとの対戦が続いたにもかかわらず、めちゃくちゃいい試合を続け、ファンを困惑させるくらいいきなり調子が良くなったと。7月はここまで7勝2敗でシリーズ全て勝ち越し、特に毎年鬼門となっている敵地ヒューストンでの4連戦3勝したのには本当に驚かされたものです。なんせマリナーズがヒューストンで4連戦3勝以上したのは5年ぶりですからね。それだけ毎年毎年苦しい思いをしてきたヒューストンで3勝したのは、チームの勢いというものを感じましたし、今年初めてくらいのレベルでマリナーズの投打がそれなりの期間がっちり噛み合った状態で、オールスターブレイクを迎えることができたのではないかと感じています。ようやくマリナーズが今年やりたかった野球を見せてくれているようにも思いますし、この野球がこれからもできるようであれば、プレイオフは十分いける、後半戦に向けての希望を見せてくれました。昨年ほどのアップダウンではないにしても、今年もこうして急に勢いづいたりと、やっぱりマリナーズはよくわからないチームですよね。で、こうなってくると悩ましいのはトレードデッドラインでの動き方です。
7月入ってからのマリナーズはプレーオフに向けての希望を示してくれはしましたが、一方でまだ4ゲーム差と少なくはない差がある上に、チームに埋めなければならない穴が多いのも事実。年間を通して課題の打線に加えて、先発のブライス・ミラーやブライアン・ウーはルーキーということもあり、今季どの程度のイニングを任せることができるのか、特にウーは昨年トミージョン手術から復帰を果たしたばかりで、イニング数は注視する必要もあることから、先発できるピッチャーもできることなら欲しいところ。昨年カスティーヨを獲得してきた時ほどに勝負をかけにくい状況の中で、果たしてマリナーズがどの程度チームの補強ポイントを埋めに行くのか、ここは気になるところですよね。個人的には今季オフの FA 市場、特に大谷さんを除くと野手のマーケットが薄めなので、この夏のトレード市場は来季以降に向けた補強の一環とも捉えてもらい、複数年保有できる野手。レッズが今のチーム状況で手放すか怪しい気もしていますが、ジョナサン・インディアですとか、あるいはカージナルスの若手外野陣の誰かなど、こういった選手を狙いに行くのは全然ありかなと。ここに2年前のタイラー・アンダーソンみたいな比較的安価なレンタルのベテラン先発要員も加えるとかも発想としてはあるでしょうか。マルコの怪我の回復状況にも左右されそうでありますけどね。また買い手をやりながらも売れる選手を売る選択肢もなくはない気がしています。もちろんこれはデッドラインまでの残り3週間でマリナーズがどのような戦いを見せるかにも大きく左右されますが、デッドライン直前で再び勝率5割を下回るようなことがあれば、特にテオスカー・ヘルナンデスあたりのオファーは聞いてもいいんじゃないのかなと。市場に今のところ中軸でインパクトを与えることができるバッターが少ない中で、テオスカーは市場に出れば上位クラスのバッターなわけで、それなりのリターンは見込めるはずです。マリナーズは最悪テオスカーをトレードできなくても、シーズン終了後にクオリファイングオファーを提示すれば、FA で移籍されても保証のドラフト指名権はもらえますので、その指名権以上の見返りがトレードで見込めるなら、それをもらってもいいですし、そうでなければキープしてドラフト指名権を受け取ってもいい。交渉の面で優位には立てると思いますので、来季以降も保有できる野手を探しながらも、テオスカーのように今季限りでいなくなる可能性がある選手のトレードも検討し、マイナーを補充する。残り3週間でプレーオフ進出がちょっと遠いなと感じるようであれば、こういった立ち回りもありなのではないかとも感じているところです。トレードデッドラインに向けたマリナーズの立ち回り方がまだ完全に定まらない感じでありますが、まあそれも全て後半戦始まってからのマリナーズがどのような戦いを見せるか、これが全てを決めます。今月頭に見せたようなコンテンダーらしい野球を続けてくれるのか、そうではないのか、願わくば完全に回転に回れるくらいの今月頭に見せたような素晴らしい野球を後半戦始まってからも見せてほしいものですが、果たしてどうなるでしょうか。マリナーズは前半戦で強豪との対戦をかなり消化しましたので、残り日程の対戦相手の勝率を合計すると4割8分5厘。これは現時点の MLB では4番目に楽なスケジュールとなっています。対戦相手の面ではこれからだいぶ楽になっていきますので、そこはポジティブに捉えることができますが、一方でマリナーズは残りの試合数も MLB で最も多いため、休養日が他のチームよりも少ない点はちょっとマイナス。差し引きどっちの影響が大きく出るかは今の段階では何とも言いませんが、どうにか2年連続のプレーオフ進出、これを叶えるくらいの戦いを見せてほしいですよね。まずはオールスター明け7月の残り10試合、ここをね、いいスタート切ってほしいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。